一次支援金が振り込まれました。イエーイ。はい、ということで以前の動画で解説をしていた、緊急事態宣言にかかる一次支援金、こちらが今日振り込みがされました。ということで早速振り込みまでの流れっていうのをちょっと確認したいんですけど、私のチャンネルではこういった給付金に関すること、補助金に関すること、そして音楽家に役立ついろんな情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それで結果として振り込みに何日日数がかかったかというと、ちょうど1週間が私の場合の振り込みの日数でした。私の場合は3月の30日に事前確認っていうのを行って、それでその日のうちに申請を出しました。マイページからですね。で1時間ぐらいしないうちに向こうからちょっと修正してくださいって、ここの追加書類出してくださいっていうような連絡が来たので、それをまた追加の書類を夜にそれは出したんですね。それで次の日に確認したら3月31日にはもう振り込み手続き中っていう風になりました。そこからちょうど1週間後の4月7日本日が振り込みがされたっていうことで、その画面に切り替わってからちょうど1週間で私の場合は振り込みがされたっていうような状況です。はい、ということで実際どんな感じだったかというと、こんな感じで、はい、振り込まれてますよね、確実に。で個人事業主の方は30万円が上限なんですけど、私の場合はその売上の減少のものと掛け合わせた時に、これが最高額だったので、あるいはもう対象にならない月っていうのもあったんですけど、対象になる月で、申請をしたところ、こういった振り込みが行われました。それでこれから一次支援金を申請しようとしている方はすごく、いい情報というか朗報があります。こちらの一次支援金のまず申請件数なんですけど、4月の頭の時点で2万件っていう風になっています。それでじゃあ実際予算がどのくらいあるかっていうと、予算は134万件分あるっていう風に言われています。それでこれはもう全体の 2% に満たないような数字なんですね。さらに今後、コロナ対策で8兆円ほど、予算が余っているということで、そういったものがまたこちらの方に重点的に当てられるっていうふうな今、予想がされています。これは一次支援金の第2弾であったり、あるいは持続化給付金のようなものであったり、あとはもう一つ、いわゆる定額給付金ですよね。一律で10万円配ったようなものをもう一回やれるんじゃないかっていうようなことが今国会で議論されたりしているようなところです。はい、それでなんでこんなに申請件数が少ないかっていうと、事前確認っていうのがもうめちゃくちゃめんどくさいっていう、もうそれにつきますよね。それでどうやら事前確認難民と言われるような人たちが多数出ているっていうようなことを私も聞いています。事前確認は税理士さんや公認会計士さんだったり、中小企業診断士だったりとか、こういったいろんな資格を持った方々が行うことができるんですけれども、どうしてもお金がかかってしまう、1件あたりやっぱり数万円、2万円とかお金を払わないとなかなかしてくれないっていうところが多いです。というのも、もし無料でもすることができるんですけど、無料ですると国からお金が入るんですけど、1件あたりなんと1000円しかもらえないんですね。それで税理士さんとか会計士さんってもちろん忙しくて、その1件1000円でなんてやってらんねえよっていう、おそらくそういう話なんだとまず思います。それだったらおそらく普通の業務をやった方がもちろん稼げますので、1件あたり1000円だとなかなかそういった方々にお願いするのは難しい、無料でお願いするのが難しいっていうようなのが現状だと思います。ただし申請期間が5月の31日までっていうことで、この支援金の事務局も独自にそういった事前確認ができる事務局のようなものを窓口を設置する予定ではあるっていうことが言われています。それで商工会議所とか農協さんとか、そういったあるいはその銀行と取引がある融資の取引がある場合はそちらにもお願いをすればいいんですけど、個人事業主でやっぱどこにも属してないですよっていう方も多分多いと思うんですよね。それで私も銀行に電話をしたりとかして2、3件当たってみて、で最終的に見つけたのが中小企業組合っていうような中小企業の団体中央会っていう、なんか都道府県にもいろんな、全都道府県にあるような場所になります。おそらくこの組合だけではなくて、他にも無料で診断をしてくれるっていうところが必ずあると思いますので、まずはそちらを探してみるっていうのがおすすめですね。はい、ということでこの一次支援金は予算が余ってしまってるので、もう対象になっている方はもう必ず申請するっていうのが私はおすすめです。それで私のようなフリーランスでやっている音楽家の人だったりとかも対象になっているので、同じような境遇の方はぜひ申請するのをおすすめします。
まあもちろんですけど、その2019年、2020年1月、3月で売り上げがゼロ、全くゼロだったっていう場合は、給付の対象にならないですけど、ちゃんとそこで、仕事をしていたっていう実績があれば、それで今年売り上げが減っていればですね、ちゃんと対象になるので、まあちゃんと仕事をした時は、ちゃんと税金を払ったわけですから、ちゃんとその恩恵を受けたらいいのかなっていうふうに思います。はい、ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネルではこれからも補助金や支援金、あるいは音楽家に役立つ情報と、まあ私の場合、ボイストレーニングに関する情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。申請頑張ってください。さよなら。